ミレニアムを境に東北で結成されたバンド、モンキーマジック。カナダ人兄弟のメイナードとブレイズ、そして日本人のリズム隊タックスとディックからなるハイブリッドな存在が奏でるサウンドはジャンルレス。英語と日本語を巧みに操り、ナチュラルに融合させたリリックを一度耳にしたら決して忘れることのない普遍性に満ちたメロディーとともに送る。今年でデビュー15周年を迎えたモンキーマジック。今彼らが歩んできた15年間のヒストリーを振り返る。モンキーマジック 15th anniversary History of Monkey Magic。 東北で結成されたモンキーマジックは2000年から仙台を拠点に活動を開始。2003年にタワーレコード仙台店でファーストフルアルバムスペードを限定販売。翌年には全国リリースが決定し、2005年にはセカンドフルアルバムイーストビューをリリース。仙台から全国へ。この頃からすでにモンキーマジックの名が全国区に知れ渡る。2006年 ABEX グループのレーベルバイナルレコーズと契約し、ファーストシングルフライをリリース。その後フジテレビ系ドラマ最有機の主題歌アラウンドザワールドが爆発的なヒットを記録し、続く4枚目のフルアルバム空はまるでの連続ヒットによりそのアーティスト性を確立した。リード曲空はまるでは横浜タイヤ、エコタイヤ、 DNA CM ソングとして一世を風靡。その後立て続けにヒット曲をリリース。数々のドラマ映画主題歌 CM ソングとして注目を集める。中でも2009年に放映された日本テレビドラマ愛してる海洋の主題歌愛してるはドラマのために書き下ろされた珠玉のバラードとして新たなファンも魅了した。10周年目となった2010年にはベストアルバムモンキーマジックベスト10 years and forever をリリース。モンキーマジックの人気を不動のものにする。2011年3月11日に発生した東日本大震災。それまで東北をベースに活動し続けてきたモンキーマジックの全メンバーも被災者となった。地震発生後すぐにボランティア活動に精を出し、一時的に音楽活動ができない状況に。しかし復興に向け音楽を通じて継続的に支援できることはないだろうか、そんな問いに対し支援の輪を広げるべく自らが発起し、センドアイプロジェクトを立ち上げた。同年7月に大阪野外音楽堂、10月には地元仙台積水ハイムスーパーアリーナにてチャリティーイベントを開催し、地元に収益を寄付する。さらに被災者に笑顔を届け、震災を風化させないことをテーマにしたヘッドライトは復興支援をテーマに書き下ろされた入魂の楽曲となった。その後も日本赤十字社20歳の献血キャンペーンソングに起用され、明日を迎える勇気を与えてくれるヒーローをリリース。そして震災から約1年が過ぎ、さまざまな感情を乗り越え希望を持って未来へというポジティブな気持ちが込められた Somewhere Out There を発表。震災の記憶を忘れず継続的に支援していくというメンバーの思いは決してとどまることなく、音楽という形で次々と生み出されていく。モンキーマジックは数多くのアーティストとのコラボレーションを実現している。 M フロートのピクチャーパーフェクト、シーモとの
卒業、そして未来へ。吉田兄弟とのチェンジ、夏のジョージ。小田和正とのアクリスマスソング。加えてミュージックビデオではルパン三世やアカデミー賞を受賞した作品木を植えた男とのコラボミュージックビデオ、土屋アンナとのフィーチャリング楽曲、ケメストリー、スマップ、藤井フミヤや山下智久への楽曲提供など、多くのアーティストたちからの信頼と支持も受けている。2012年5月にはモンキーマジックジャパンツアー2012で全国19カ所25公演過去最高の動員数を記録。同年11月にはアジア北米ツアーを実施し、香港、台湾、ニューヨーク、トロント、そしてメイナドとブレイズの故郷オタワでもライブを決行。全公演すべてソールドアウトし、日本のみならず海外のファンも魅了した。2013年にはブルームーンプレゼンツモンキーマジックジャパンツアー2013-2014 DNA で全国15カ所17公演を行った。2014年にリリースされた You are not alone は NHK 民放連共同ラジオとモンキーマジックがタッグを組んで、東北から全国に絆の輪を広げるキャンペーンソングとして注目を集めた。そして迎えた2015年、バンド結成15周年を迎えた彼らはニューアルバムとともに2月7日に初となる日本武道館ライブを決行する。結成から15年目を迎え、国内におけるハイブリッドバンドの可能性を確立したモンキーマジック。今年もワンアンドオンリーな存在を誇示する彼らの活動から目が離せない。